初歩的な質問になるんですが、それぞれのその画材の違いというものは、まあ何になるんですかね。はい、これがですね、卵で描いたのがこちらの絵になってるんですけど、この絵の時には黄身とあと酢を混ぜて、はい、卵を描いてるんですけど、マヨネーズね、マヨネーズですよね。その通りで、元も同じ石から作っていて、これが原料の石ってことですよね。そうですね、はい、これを、はい、粉状に砕いていって、はい、粒子の大きさで塗り分けていく、はいですね、はい、どこか花びら何枚かのところに塗ってください、はい、あ、まあ、むず、うん。